小林先生こんにちは。どうもこんにちは。はい、このシリーズの一応ですね5作目としてすごい、続いてる。そうですね、一区切りになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で今日もまあ一応第一シーズンの最終回ということで。は、はい、お第一シーズンのね。はい、そうなんだ。そうです、はい。まあシーズンっていうかここに来た5本撮りしてるだけなんですけど第2シーズンは女性ですか。女性呼びたいですね。うん、はい、はい。っていうわけで、今回の質問は、山本くん。もう意気込みに関することなんですけど、うん、例えば、僕がこういう感じで体勢取ってて、で、まあ、片襟が取れた状態なんですけど、足を取られている状態で、意気込もうとすると、こっちを先、こっちで先。それも体に何も引っかかんない、うん、ガードを作れない、うん、でブロックされて、うん、はい、これで終わっちゃうな、うん、あ、それで困った、はい、それで困った、なんでその足そこ出してるの、こっちの足を骨格してるんですけど、うん、何のために隠したんだよ。あの取られないように。取られるし、あ面白いね。あとさ、その右足をその位置に置いてると多分正面から見た方がいい。こっちからです。ああ、はい、こっちから。だってもうこういうパスとか嫌、はい、でしょ。嫌です。だからあのこう防御って角翼の陣みたいな。角翼の陣って知ってる？知らないか。川中島の戦いでね、まあいいや。あの相手がこっちにいるとしたら、あの開いてる方が後ろに回るぐらいですよ。狭めてるとなんかすぐ横に行けちゃう。広げてた方がいい。だからで、うん、左手をついたとしたら右足を奥につけば、あのなんか回り込みづらかろう。はい、こう足が狭いとこっち来れるし、手が狭いとこっち来れる。で、うん、で前傾、さっきこの足を守りたいって言ってたけど、この足の上に顔があればいいんだ。はい、これでいいじゃん。しかも遠いから取れないし、あの遠くにあるから回り込みづらいし、はい、これが近いとめっちゃ取られるし、あの取らなくても大外張りみたいに右足の部分を一人で入れちゃえばもう俺やられちゃうし、うん、だからその狭める理由がないんだよね。うん、で分かった。はい、まあね、もし、うん、そう、うん、そうしとけば、いつでも尻が浮くやろ。はい、うん、あ、尻浮いて立てるし、ね、だから、その、たぶん、でも、ガルシアとかこうなんだよ。はい、うん、あの人、あの、うん、そう、こう、たぶん股関節柔らかいとか、あともう、潜る、胴話で潜るみたいな。立つんだら潜らなくていいし、潜る人は立つ必要ないから、これ潜るに適してる。結構股関節も柔らかさが必要なんで、僕はこういうのできないんだけど、ね、全然つかない、はい、こうやって逃げられたら終わりだから、ね、押されたら股関節怪我するかもしれない。だから体硬い人は僕はこうしていつでも危なくなったら立てるようにするし、うん、こう押すと俺前傾できないから、ね、硬くて、ね、柔らかい人は前傾できちゃう、うん、だけどそういうことはまず知っといた方がいい、ね、で逃げられちゃったた時もこの後なんかある。あと、うん、どういうかな、握られた場合、うん、握られてやっちゃった場合は、うん、これはあのどういう意味があるの。なるほど。握られちゃって、こういう場合、うん、こういう場合でいいじゃん。こっちでいいじゃん。これでいいんじゃない。これで、うん、クロスサイドを、うん、もういいですね。いいというか、まあしょうがないからこうしてるだけだけどね。まあでもこれで困るでしょ。ああ、うん、まああのじゃあここ、ね、あの結局さ握ってきたじゃん。だけどそれはネガティブに考えたら握られたから俺の右足死んじゃったんだけど、ポジティブに考えれば俺の右足が行くところに彼の右手もついてくるんで、しかも俺取れるよねこれ。もうなんか好きに動いていい。これでとりあえず止まんの。で、この上げ足当たってるからちょっと悪いけど、怪我するんで切るけど、必ず切れるんで、
ここを握ってれば取れば、あと好きなあのガード作っちゃえばいいんじゃない、はい、うん、だからあのさガードにはさ、ディフェンシブガードとオフェンシブガードがあるんです、俺の中では、はい、でその頭の中に結構オフェン攻撃のためのガードをまず作ろうと思って、はい、うん、そら相手は弱ければ作れるけど相手は強いと作れんじゃん、うん、だからそうディフェンシブガードだけど僕はさっきとりあえず作ったガードがあるでしょう、はい、それでもまあ宮本さんとしては確かに止められたけど別にお前もこれ攻めれねえだろうと思ってるでしょ、はい、俺も攻めるんだけど、だけどこれ作んなきゃやられるから、うん、だからとりあえず止めるためのものを選択肢として持っとくというか、あの当たり前のように柔軟に使うっていうのはとても大事だと思う。もう使えるものは何でも使うのよ。それ止め、だって止めないと話が始まらないからね。だってさっきもう相手がどうあれ自分が攻めれる得意なデラヒーバーとか作ろうと思ってそれ作れなくてどんどん組で取られてやられたらその方がプランとして悪くなるからねと思うけどな。もう逃げれたよ。で取られてて、で場合は こっちをちょっと待てよ。な、さ、ちょっとお聞きしたいんですけど、何のためにここ握ってるんですか。攻めるためだろ。そうす。な、だそれをやめようっつってるんですよ。お、いやいや、それでここ持っていいじゃん。ここ持って。なんでかっつったら、右肩の方が近いだろ。はい。お。分かる。分かってるわけじゃない。はい。あ、いつもこうだから心配しないで。こっちに近いってこと。お。これはもう必要ない。あ、でも必要なかろ。うん、そして左手空いたろ、はい、左手でこっち取れそう、取れるかもしれんじゃん。ほんで俺はやっぱり宮本さんの左足は右足か、右足は死んでるから、はい、これできないですけど、でもあなたもこの簡単だろ、でそう取ればで、ここで改めて好きに作ればええ、はい、分かった、逆もやる、逆ってそんな俺だけは、はでこれでこっち取ってたけど、普通のこっちにも作って、まあ、こっちでもいい、うん、好きにこれで止まるわ、とりあえず。で、そこからはまた作れるでしょ。例えばこのさっきやったけど、まあ、足の左足の裏を開けて、そう両足でポン、これで切れるでしょ。本当はそれ、これ伸ばした方がいい。あ、こう伸ばす。あの両足、あ、手離して。こう。あ、だからそれこうすれば取れるだろう。一番距離取りたいんだから、これ。これで取れろ、多分。自由にしたいとそこをすれば、はい、ここは攻めれるじゃん。分かった？はい。どうっす。おう。ありがとう。解決しましたか？解決したらしいよ。ではこれって一件落着ですね。もう会うこともないね。あれいくらでも会うの？はい。2シリーズ目作るのかな？はい、いや先生が OK だったら来ますよ。はい。2シリーズ目で終わるかもしれないしね。いや、そんなことないです。はい。わかりました。大川先生、本当にいろいろありがとうございます。長いことありがとうございました。いろいろこう、なんですかね、かなりハイレベルな、これまでのレッツ BG にはないような難しいのだったんですけど、ほとんどだよね。いや、難しいです。どこだ。なんか、なんだろうな、まあ、中学生でも分かるよ、俺の喋ってることは。テクニック自体、まあ説明されたら簡単なんですけど、普段やってて、普通にやってても気づかないんですよ。気づかないと難しい。ここ持ってるですね。うん、でここ、うん、その話して、うん、持ってる意味がないっていうのは、うん、普通にやってたなんかちょっと気づかなかった。うん、それと難しいは違うか。だって俺は思うんだから。うん。気づかない。難しいって言えば何でもそうと思ってんだよな。俺はそう思うんだけどな。うん、本当じゃん。ちょっと知りませんでしたっていう、ただそれだけなんだよね。難しいっていうレッテルは貼らない方がいいよ。なるほど。簡単すぎて、難しいっていうか簡単すぎて気づかないって感じです。まあ知らなかったってことですね、大先生に言えば、言わせれば。先入観で固まってるだけだよ。今回分かったってことですね。はい、知ったってことですね。はい、こいつはうるさいということが分かった。いやいや、すごい面白い。はい、先生ありがとうございました。はい、また機会があったらよろしくお願いします。またよろしくね、はい、失礼します。はい。その人間何でもかんでもできるわけじゃないんで、僕は単にそう寝技だけはめっちゃ得意だったし、
あと幸いのことに人に技を説明するということも好きだったからし、現実試合の僕は強かったからこういうことをやれてるけど、じゃあ僕は他のことできるかって言ったら何もできないからね、もうおしゃれでもないしねだから向いてることやるのが一番なんだけど、それでもやりたいんなら、ベストパフォーマンス出してる時の自分の状態を知ってそれを再現するってしか言いようがないな。個人的で言えば、寝技はとても楽しいし、で僕は大学入ってから柔道始めたから、まあ遅い部類なんだけど、もう30年ぐらいやってきたから50過ぎてやるのが果たして体にいいのかどうか、心と体と俺の人生にいいのかちょっと考えなきゃいけないと思ってるんで、体壊してやめるよりは、まあ、50歳でいい区切りだから体も動くからけどやめるよみたいにできればなぁと思ってる、だから現役も39歳でやめて指導をインストラクターでずっとやって、でその後何するのかどうなのかは、まあ段取りはしないけど指導者としてやっていくのかどうなるのか分かんないけど、今はそう思ってる。だから自分が段取りするのがあと2年間だと思うと、なんかこうちょっと大事に過ごそうとは思ってるね、こう自分のあと生涯何回乱取りできるのもう完全にあの限りがあることが分かってるんで、まあそういう意味では大事にしていきたいなと思うから、まあそういうふうに過ごしてます。答えになってるか分かんないけど、はい、OK です。